キックボクシング。キックボクシングは日本の格闘技の一つ。リングを使った打撃系格闘技全般、及びキックやパンチを用いる動作の総称としても使用され、この場合はストライキングとも故障される。日本のボクシングプロモーター野口治が、ムエタイの試合ルールを参考にして考案した日本発祥の打撃格闘技である。工業によってはムエタイ、空手、 ボクシング、シュートボクシング、サワットドラッカ、テコンドー、サンダ等、様々な種類の立ち技格闘家同士が、異種格闘技戦をすることもあり、プロ格闘競技種目の名称となっている。野口が1960年代に、太陽国の国技ムエタイを日本に招致する工業プランを立案。ムエタイ体空手、ムエタイ隊ボクシングの異種格闘技戦のアイデアを実現させるために、 試合としてのルールを編成したものである。工業が成功した結果、キックボクシングはアジア地区で立ち技格闘技として最強と歌たう名隊に対抗し、日本が独自で開発した格闘技の一つとされている。1959年昭和34年12月20日、東京都台東区の浅草公会堂でサノン ETC 隊。 エラいのチールムーンというタイ人同士によるムエタイの試合が日本で初めて開催された。日本憲法空手道の創始者、山田達夫は直接打撃性による空手の試合化を目指しており、その研究の一環としてムエタイに興味を示す。すでに山田は同年11月に新スポーツの発足とその企業家計画草案対抗をなる企画書を発表し、新スポーツ、 空手ボクシング、歌唱を提唱した。この企画書の中で、山田は昭和35年の新春を期して、東方競技とやや同型類に属する大国憲法選手団を招聘すると発表した。浅草公会堂で行われた無栄隊試合が山田が招聘したものかどうかは判然としないが、山田が日本で初めて無栄隊に関心を示した空手家の一人であったことは確かである。 山田は、早速、飯田橋の道場に、ムエタイ、全チャンピオンのカウキー、カウイトモを招待して、息子の山田正に、スパーリングの相手をさせ、ムエタイの研究を始めた。このカウキーを、山田のもとへ連れてきたのが、野口治だったのである。1961年、昭和36年、山田が発行した、日本憲法空手道教本総刊号には、すでに、 カウキーの写真が掲載されており、この時すでに山田は空手とムエタイを融合させた新スポーツの構造を膨らませていた。1962年、昭和37年、山田は空手ボクシングを第一回空手競技会として後楽園ホールで開催した。これはノックアウト、打倒症、体重別階級、グローブ着用などのルールを採用して行われた。 後のキックボクシングやフルコンタクト空手に先駆ける画期的試みだったが、寸止めルールを採用する当時の空手界からは目殺され、新聞でも殴るける気度ごめん、正当派、歌う空手競技会などと告評された。山田の早すぎた試みは結局挫折に終わった。一方、野口治は1962年、昭和37年8月24日に、 後楽園ホールで開催された日本で2度目の、無タイ試合を観戦して感激し、空手対無タイの興行の可能性を感じた。早速野口は、空手家に、この構想を打診するが、この時の相談相手が、大山マス当時大戦道場、後の極神会館と、山田達夫だった。1963年、昭和38年、大戦道場から黒崎賢治。 中村忠氏、藤平明雄が、太陽国の万国へ向かい、空手対ムエ隊の交流戦に参加した。当地では、日本から、空手が殴り込みに来たと大変な反響を巻き起こした。結果は2勝1敗で、大戦同情勢が勝ち越したものの、敗れた黒崎は打倒、ムエ隊を誓い、1969年、昭和44年に、キックボクシングの目白ジムを創設して、大沢昇、と、 三尾、を藤原敏夫らを輩出した。太陽国での成功に自信をつけた野口治は、1966年昭和41年1月30日、キックボクシングの名称を考案して、日本キックボクシング協会を設立。空手家やボクサーなど異なる武道、格闘技のバックボーンを持つ選手を集め、4月11日に大阪府立単位区会館で、 初めての興行を開催した。この時、直前になって、突然、大山松立から、都合があって、申し訳ないが、どうしても、選手を出せないと事態の連絡を受けた。山田達夫の道場の選手だけでは、試合に足りないことに慌てた野口が、急遽出場を依頼した一人に、日大芸術学部空手部、強し重流から手出身の沢村忠がいた。 野口はボクサーであるライオン・野口、野口進む、元ボクシング、日本王者で、野口ボクシング事務創始者の次男であり、経験事務で、ボクシング業界裏方修行を積んだ、ボクシングの申し子のような人物であった。もともと存在したつてを生かして、テレビ局に対しても、積極的に売り込んでいった。野口の政治力、熱意なしに国内に根付くことはなく、野口は、キックボクシングを、 商標登録していた。キックボクシングは全国的なブームを巻き起こし、在京の民放4局では、沢村忠がエースのユークアワーキックボクシング中継、TBS テレビ、大沢登がエースのキックボクシング、ゴールデンキックボクシング、日本テレビ、山崎寺シアがエースのワールドキックボクシング、ネットテレビ、藤原敏夫がエースの キックボクシング中継、東京12チャンネルを独自に毎週レギュラー、放映するほどの人気に至った。日本憲法空手道は創始者、山田達夫が亡くなった1967年、昭和42年以降もキックボクシングへ協力し、西木敏弘は、共同東京のスター選手となり、日本人としては初めて、タイ人現役ランカーに、ご勝利。 日本憲法、空手道が組織として関わったのは、ワールドキックボクシングで、江口和明、初代バンタム級チャンピオンらを選手としておく。極真会館は、キックボクシング成立以前から、プロ空手の立ち上げを狙っていたが、キックボクシングが成立後にネットテレビから誘いを受け、極真ジムを立ち上げて、山崎寺市朝、オープントーナメン全日本空手道選手権、大会チャンピオン、袖野義治。 及川かわら選手をワールドキックボクシングへ送り込んだ。1969年、昭和44年春には、東京12チャンネルが岡村プロモーションを通じて、黒崎賢治の目白ジムと提携し、同年の8月2日からテレビ中継を開始。1971年、昭和46年には、日本テレビで中継していた共同プロモーションの賛同萌えで、 石原慎太郎がコミッショナーを務める第2の団体全日本キックボクシング協会が設立され日本テレビの共同プロモーションと東京12チャンネルの岡村プロモーションによる8階級全日本統一王決定戦を日本武道館で行うなど日本キックボクシング協会と双壁を成す団体にまで成長した1969年には日本の大学で初の 日本大学キックボクシング同好会を同大学生であった山崎テラシアが結成。同好会は後に部へ昇格し、1972年10月には全日本学生キックボクシング連盟が発足され、山崎は同連盟の設立に尽力した。1970年代に入ると野口プロモーションは、五木博の興行による莫大な利権で、鍋プロ、 ホリプロとのショーレースに参入するなど世間を賑わせていた。その反面、もう一つの工業の柱であるキックボクシングは、長楽の道をたどっていた。オイルショック後の大不況、日本テレビや TBS の放送を打ち切り、沢村忠の休業、後引退で、工業成績、人気はみ見見る加工した。日本を諦め、香港での試合出場に本腰を入れるも、当地での自己発生で、 工業不能となる。日本のキックボクシング界は統合に向かって進んでいったが焼け石に水であった。1984年昭和59年に日本のキックボクシングの7団体のうち4団体が解散し合同して日本キックボクシング連盟を設立。同年11月30日に高楽園ホールで旗揚げを行う。1985年昭和60年に 日本キックボクシング連盟の元理事長で、六本木で、ともまさという会社を営んでいた、実業家の石川まさる賞が、マーシャルアーツ、日本キックボクシング連盟を設立。石川は、同団体を追放された形で、MA 日本を設立した。九百八十七年、昭和六十二年七月に、マーシャルアーツ、日本キックボクシング連盟に所属していたジムが、同連盟を離脱し、 全日本キックボクシング連盟を創設した。この際、ジムのみならず、認定していた5階級の現役王者全員が、全日本キックに流出した。1996年、平成8年に入ると、全日本キックが完全に分裂し、当児同団体の理事長を務めていた、藤田真と所属していたジムの大半が離脱。ニュージャパンキックボクシング連盟、以降、 NJTF を結成。1997年、平成9年10月に、オールジャパンエンタープライズが倒産したため、全日本キックボクシング連盟が解散。直後に、有力ジムにより、同連盟が立ち上げられ、活動を再開した。1997年、平成9年に全日本キック所属のジム、アクティブ J が新団体の J ネットワーク、以降、J ネットを結成した。 また、全日本キック参加の事務として、主催工業を予定していた1997年、平成9年12月21日を J ネットの旗揚げ工業とし、その日に工業を行った。1998年、平成10年6月14日に、八王子 FSG を中心とした事務が、記者会見を開き、彼らは全日本キックを離脱し、キックユニオンを結成することを明らかにした。 1990年代になりテレビ界とのコネクションをつけてフルコンタクト空手の大会を模様していた石井和義がキックのアリュールールヨーロッパキックボクシングルール肘打ち禁止で空手、ボクシング無得体など多くの立ち技系格闘技の選手を招きテレビ局との共催で打撃系格闘技世界最強を決めると称する大会 K1 を立ち上げ人気を博す 肘打ちを禁じて流血する度合いを減らし、首相撲によるクリンチ状態になると早めにブレイクしてこ着した試合を防いだ。見る側であるオーディエンスに配慮したルール制定と派手な演出でブームを呼び起こした。2006年、平成18年5月に、新日本キックボクシング協会所属の藤士ジ,ジムが離脱を表明し、天空キックボクシング協会の設立を表明。 元々は工業を開催する事務局だったが、富士事務会長の加藤茂雄の団体として確立させないと試合の意義がただの事務対抗戦となり、それでは選手にとってかわいそうであることと、ファンにとっても単に試合があっただけという一過性のままで終わらせるのは良くないという理由により、団体として設立させることを決め、加藤は協会の会長に就任した。12月に、 アメリカ合衆国オクラホマ州に本部を置く全世界キックボクシング連盟 UKF の日本進出の足がかりとして UKF ジャパンが設立。理事長にはかねてより UKF と親交のあった羽田義彦が選ばれた。2008年平成20年2月12日に台湾国で山根選手が WBC 名大会長のゴービットパックリーブーム。 WBC 副会長兼務とジャパンプロフェッショナルムエタイコミッション以下 JPMC が日本における WBC ムエタイが認可する唯一の組織であるという調印を交わした3月3日に JPMC 設立 NPO 法人申請中のプレスリリースを公表し JPMC が日本における WBC ムエタイへの唯一の窓口とした同年10月1日に JPMC の正式名称をコミッションから委員会を意味するコミッティに解消。同時に JPMC を WBC 無タイルールに基づくプロの無タイ活動の窓口として組織を再行することを発表。2009年平成21年6月13日に東京都で JPMCNJK 会 MA 日本が共同で記者会見を開き、 WBC 無タ体ルール日本統一王座決定トーナメントの開催を発表7月中旬に全日本キックボクシング連盟代表の金田敏夫が逮捕されたことにより同団体が解散9月23日 WBC 無タ体ルール日本統一王座決定戦においてフライ級バンタム級スーパーバンタム級フェザー級の4階級で 初代日本統一王者が誕生。2010年、平成22年1月23日、M-1 ムエタイチャレンジが中心となって、ジャパンマーシャルアーツディレクターズの発足を発表。世界プロムエタイ連盟の日本本部として、JMD が WPMF ルールを管轄する。JMD には、ムエタイのほか、独自ルールの RISE も参加していたが、2011年に、離脱。 その後、WBC 無タイを離脱した MA 日本が加わった。2016年、平成28年11月22日、国内複数の団体と連携して、統一を図る一般社団法人キックボクシング振興会の発足を発表。団体分裂の影響もあり、無タイに近いものから危険な技を取り除き安全性を高めたものまで、 様々なルールが存在する。特に肘や膝を用いた攻撃は流血を伴いやすく、禁止されていることもある。最も極端なスタイルでは、肘打ちや膝蹴りはもちろん、団体によってはすネを使った蹴りも禁止され、腰から上のみの攻撃が許されているというものがある。ムエタイとよく似ており、ローキック、肘打ちボィお及び顔面への膝蹴りを認めている。 ボクシング同様3分1ラウンドで1分の休憩を挟む形式が主流で、大国内における、ムエタイのように休憩に2分取ることは稀である。ラウンド数は3から5であり、3R は新人選手、トップ選手の場合は 5R で行ってきたが、K1 の影響もあって 3R で試合を行うケースが増えてきている。ムエタイルールとの際は、ポイントシステムで、 膝蹴りやボディへのキックが大きなポイントとなるタイと異なり、日本の場合は比較的どの打撃も公平にスコアされる。ローキック、肘打ち、ボディ及び顔面への膝蹴りを認めている。タイのムエタイが掛けの対象であることもあって、ラウンド間のインターバルは2分である。しかし、国際ルールなどでは1分、または1分30秒に短縮することもある。ムエタイと キックボクシングとの違いを佐藤義美洋は無衛隊は技の華麗さやディフェンスの上手さ、キックボクシングは相手に与えたダメージの多さで判定すると語っている。オランダで発症したルール、欧州でいち早く無衛隊が普及したオランダであったが安全性の考慮からか肘打ち及び頭部への膝蹴りが禁止されている。試合は3分5ラウンドで行われる。 K1 の公式ルールは、この欧州無タイルールをアレンジしたものである。1970年代にアメリカで発祥したルール。それまで、ポイント制の空手ルールに満足できなかったアメリカの空手関係者が、右与曲折を経て、ボクシングを導入する形で確立していった。当初の名称は、フルコンタクト空手。1980年代後半あたりから、空手のバックグラウンドが、 必ずしも必要でなくなったためか、フルコンタクトキックボクシングという呼称で呼ばれるようになった。フルコンタクトカラテの名称は、こちらがオリジナルで、極真カラテに代表されるような、日本のフルコンタクトカラテとは関係はない。ローキック、下段蹴り、肘打ち、膝蹴りを禁止している。1ラウンド2分で、タイトルマッチは、世界戦は 12R、選手の服装は、基本は、 空手衣ゴロをモデルにしたサテン製のロングパンツ、着用だが、トランクスキックパンツを選ぶ選手もいる。足には、スネアテとフットパッドと呼ばれる、靴状のプロテクターの着用が義務付けられている。また、ボクシングとの差異を図るため、1ラウンドにつき、対戦相手の腰より上への蹴りを8回蹴らなくてはいけない。8回に満たない場合は、ポイントが減点される仕組みである。 このルールによる試合形式は、タイムエタイを標榜する日本では全く流行らず、現在においても行われていない。しかし近年のアメリカ合衆国において、このフルコンタクトスタイルを復活させる目論みとして、フルコンタクトルールをベースに膝蹴げり、首相撲は、不可、無エタイでいう天下をのみ、を有効だに加え、腰より上へ8回蹴る決まりを廃止した、独自のルールで争う、ワールドコンバットリーグ。 通称 WCL という団体がチャックノリスによって設立された。別名レッグキック、ローキックルール。一時期の欧米ではこのルールがキックボクシングルールとされていたことがある。アメリカの和歌が1977年により全日本キックボクシング連盟と提携することで独自性を確立すべく提唱したルール。ムエタイを基軸とした日本のルールとアメリカのプロから フルコンタクトルーの接中案として、アメリカと日本や欧州の選手が同じリングで戦えるようにするために採用された。基本は2組1ラウンドのフルコンタクトルールに、大腿部の外側のみのローキックを認めたもの、膝関節や内股への打撃は禁止されていた。1980年代前半までは、選手のフルコンタクト用、ロングパンツ着用と1ラウンドに突き腰より上を8回。 蹴るルルールが義務付けられていたただし、足へのプロテクションは、フットパッドのみで、すね当ては除外された。日本でも1980年代前半の一時期、全日本マーシャルアーツ連盟の興行では、頻繁に行われていたルール。続く申請、全日本キックボクシング連盟の興行でも和歌の、タイトルマッチなどの国際戦ではこのルールが、採用されていた。ただ、 この時期よりロングパンツの着用やハチキックカウントは徐々に除されるようになった。アメリカ国内では和歌以外ではキックという団体が世界タイトル戦のみで採用していたルールだがやがて和歌を含む多くの団体がこのルールを含む複数のルールのチャンピオンを認定するようになり、それに伴いローキックの攻撃箇所に差異が現れるようになった。 採点方法は10点満点の減点方式。ノックダウン1回で2点減点、ノックダウン2回で3点の減点。ノックダウンがなかった場合、より的確にパンチを当てていた選手に10点が、そうでない選手に9点が与えられる。採点は3人のジャッジで行い、2人以上のジャッジが支持した選手を勝者とする。ジャッジが3人とも一方の選手を支持した場合を、ユナニマスデシジョン。 二人が支持し、もう一人が引き分けであった場合をマジョリティでジョン、一人のジャッジがもう一方の選手を支持した場合をスプリットでジョンと呼ぶ。またどちらの選手も二名以上のジャッジの支持を得られなかった場合、ドローとなる。三名が引き分けとした場合をユナニマスドロー。二名が引き分けとし、もう一人がいずれかの選手を支持した場合をマジョリティドロー。 ジャッジ2名がそれぞれ異なる選手を指示し、もう一人が引き分けであった場合を、スプリットドローと呼ぶ。試合中に、以下の行為を行った場合、反則となり、レフェリーに注意を受ける。注意が重なった場合、減点対象となり、悪質な場合は、失格負けとなる。団体やルールにもよるが、通常は、ボクシングのトランクスやムエタイ同様のキックパンツ、または、 キックボクシング用の長ズボンや空手機械を履き、防具としてヘッドギア、グローブを着用する。足には靴を履かず、裸足で試合を行う場合がほとんどだが、ルールによってはスネアて、レガースレックパッドと足を保護する靴型のプロテクター、サポーターを着用することもある。また、負傷防止のため、マウスピースとファウルカップを着用する。アマチュアのムエタイでは、 胴体部分に防具を身につける。通常はボクシングやムエタイ同様に上半身は裸体であり国際式ボクシングのトランクスより蹴りを出しやすくルーズに作られたキックパンツまたはアメリカンカラテキックボクシングの影を受けた派手なロングパンツを着用する。以前はムエタイブランドのパンツを使う場合が多かったが最近はオリジナルデザイン 厚生のオーダーメイドパンツを着用する選手も多い。グローブを着用し、足には靴を履かず、裸足で試合を行う。しかし団体、またはルールによっては、プロの試合でも、足を保護する、靴型のプロテクターと、すね当てを着用することもある。またスパーリングの場合には、ヘッドギアや足の保護サポーターを着用することもある。その他、腕にパープラチアと。 ムエタイ選手が腕部につけるお守りをつける選手もいる。昭和40年代のブームの折には、足首に薄いサポーターをつける選手も多くいた。着用されるグローブは、体勢のグローブが多いが、日本製のウィニングが採用される場合や、レイジェスなど薄いメキシコ製の場合もあり、規格は特定されていない。ただし、対戦者同士は、同じグローブを使用する。 主なムエタイキックボクシング用品のブランドとして、タイ国製のウィンディ、タイサマイ、FBT、ツインズなどがある。また、日本の格闘技用品業者も製造を、タイのメーカーに OEM 委託する場が多いが、最近では自社で企画、製造する日本の業者も現れている。日本の王座認定団体は複数に分裂しており、また、世界王座認定団体も多く乱立している。 ここでは、プロの日本の地区王座、主要な日本王座そして、世界王座を挙げる。この一覧には、空手の団体も含まれているが、これは、競技に、ボクシング用のリング、またはグローブを使用し、直接打撃性のルールを採用しているからである。また、プロのキックボクシングの王座を認定する団体が、アマチュアの大会を開いたり、アマチュア王座を認定する場合もある。 女子キックボクシングの歴史も古く、男子でさえ黎明期であった1960年代には、すでに女性のキックボクサーも存在していた。1974年、昭和49年に、女子プロレス以外では、日本初の女子プロ格闘技体となる、日本女子キックボクシング協会が発足され、単発で興行を行った。工業は、東京十二チャンネル、現、テレビ東京にて、 ピンクショック、激突、女子格闘技大戦争のタイトルで中継実施された。しかし、これらは当時大人気だった女子プロレスに対抗するべくお色気、エンタメ色が強調されたものであった。番組内では同協会とは別組織である全日本女子格闘技連盟によりマシャルアーツやボクシングなどの試合も放送していた。日本女子キック協会は1980年代に 幕を下ろし、一部の選手は、シュートボクシングや、日本キックボクシング協会などに、戦いの場を移す。1990年代には全日本女子プロレスにて、キックボクシングルールに近い格闘技戦を開始して、王座も創設され、やがて石格闘技対抗戦に発展し火がついた。その後、シュートから、多くの選手がキックに転向し、その一人である、上風アンズが、 世界王座を獲得。さらに熊谷直子、三井矢谷、中澤夏美の、不動産三人娘らの活躍により、競技職が強まった形で、女子キックは再興された。工業内では、女子ボクシングの試合も組まれ、シュガー・ミユキらが転校して活躍。女子ボクシング部門は後に、日本女子ボクシング協会として独立し、日本ボクシングコミッションが女子を認定する2007年。 平成19年まで続けられた。2000年代には、柴田幸代が、キックムエタ体で合わせて8冠を獲得する活躍を見せる。そして、女子総合格闘技のスマックガール、現ジュエルズなどと合わせていわゆる、女子格として、ーを築き上げ、女子キックボクサーは増加した。それに伴い、全日本、新日本などが、女子のみの興行を開始。 天空キックボクシング協会はもともと女子限定イベントとして旗揚げされたが、翌2006年、平成18年に男女団体化。2007年、平成19年には J ネットワークがキック界として初めてとなる女子国内王座、J ガールズ王座を創設した。J ガールズはスカイエースポーツでの中継もされている。その後も M-1 エタイチャレンジ。 ニュージャパンキックボクシング連盟も女子王座を創設している。2009年、平成21年には K1 が女子部門を新設し、女子限定イベント開催に向けて動き出している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。